ロンドン地下鉄スタンダード型電車は1923年から1934年にかけて基本設計を共有して製造されたロンドン地下鉄の車両群の総称である。ロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち小さい方のサイズの車両群に属し1923型電車または1938系以前の電車と呼ばれることもある。 共通の基本設計によるものの、車両製造者や製造年によって多くの相違点があり、ロンドン地下鉄開業時から使われていたゲート型電車の地漢用及び1920年代から1930年代にかけての路線延伸用と位置づけられている。ロンドン地下鉄の量産車として初めて全車客用扉は空気式の自動ドアが装備された。スタンダード型電車は 制御電動車、付随車、制御車で構成される。初期は全車全席ロングシートだったが、1930年代にドア間にボックスシートを設ける改造が行われている。制御電動車では運転室後部に機器室があり、これが車両全長の3分の一を占めていた。機器室に続いて窓4枚、一見両開きに見えるが中央に太い柱が入ったドア二枚。 窓4枚、車端部に片開きのドア1枚を持つ。付随者は、車端部から窓3枚、両開きの客用扉、窓4枚、両開きの客用扉、窓3枚の配列であり、制御車では車端の窓1枚分が、運転室扉となっていた。初期の車両では制御車の扉は、内開きの開き度とされていたが、1931年以降は、 空気式自動の引き戸となった。スタンダード型電車が製造された当時の技術では、ロンドン地下鉄の商談面車両の床高さに動力台車を収容することができず、台車が車体に入り込む構造をとっていた。このため、ただでさえ車両全高が低い商談面車両では、電動車台車上部に客室として十分な高さを確保することができず、ここを引き室とし、 制御装置などを搭載していた。1935系電車以降は駆動装置や大枠構造の工夫などで動力台車場を客室とすることが可能となった。相当の量数が製造されることが想定されていた新型電車の構想を評価するため、付随車5両、制御車1両、合計6両の1922系試作電車が1923年2月までに5車で、 製造された。1922系試作電車は、フランス製ゲート型電車の編成に組み込まれ、1923年2月3日に報道公開された。報道公開後、1922系試作電車は、ハムステッド線に移動し、8月から営業運転に投入された。ゲート型電車には、ロンドン地下鉄で、 初めて自動ドアを装備した1920系電車と編成を組むために空気式自動ドアを装備したものが20両あり、この一部が1922系試作電車と編成を組むために転用された。ゲート型電車と1922系試作電車は、1923年11月19日のゴルダーズグリーンヘンドン間開業の初列車に使用されている。 製造者に提示された要求仕様には、座席を48人分設けること、幅4.5フィートの空気式自動ドアに箇所を設けることなどが定められたが、詳細は製造者の裁量に任せるものとされていた。各社独自の設計を行い、内装には工夫が凝らされたが、外観は非常によく似たものとなった。制御者は、ロンドン地下電気鉄道が設計した。 試作者は後に1922系電車、または競合製作者などとも呼ばれるが、スタンダード型電車の一部と分類されている。内装運転代後部の機器室スダンダード型電車の量産車は、第1世代、第2世代、第3世代に大別される。スタンダード型電車の量産車は1923年のチャリングクロスユーストンハムステッド鉄道のコルダーズグリーン。 エッジウェア間、クラップハムマイナスモーデン延伸開業用及び、シティサウス、ロンドン鉄道のトンネル改築後の再開業用として191両が3社に発注され、5両編成を組んだ。シティサウス、ロンドン鉄道のトンネルは直径10.5フィートのもので、小型の電気機関車に牽引された列車が運転されていたが、トンネルの改築のため1923年に一旦、 営業を取りやめ、1925年に営業を再開している。191両の新型車両のうち69両は、シティサウス、ロンドン鉄道が保有し、残りの車両は、ロンドン電気鉄道が保有した。スタンダード型以前のロンドン地下鉄の電車は、ブリティッシュ・トムソン・ヒューストンの制御装置を採用していたが、スタンダード型電車では、 大半の車両の加減速制御用にメトロポリタンイコールビッカース製の電磁コンタクタが採用された。この装置では主電動機を直列から並列にブリッジ回路を構成することで切り替えている。制御電動車のうち2両にはゼネラルエレクトリックカンパニー製の制御装置が搭載されたがメトロポリタンイコールビッカース製と混用が可能な設計とされた。全車に C 型と呼ばれるドアエンジンを採用したが、設計上の欠陥があることが運用後すぐに判明している。1924年には127両が発注されたが、大半が制御電動車となり、一部の制御車に GEC 製の機器が採用された。メトロポリタンイコールビッカース製の制御装置を採用した車両には、 メガボルト152種電動機が GEC 製の主制御機を搭載した車両には WT54 種電動機が搭載され、両車は互換性がある設計となっていたが、一両に両車が混用されることはなかった。1924年製の車両には D 型と呼ばれるドアエンジンが採用され、C 型よりも信頼性があることが運用を通じて判明したため、 1931年までにすべての C 型ドアエンジンが D 型に交換されている。D 型ドアエンジンには後に紹介像が行われ、DL 型と称されるようになった。ハムステッド線はロンドン地下鉄の他の路線と接続されていなかったため、車両は陸装で搬入された。モーデンとゴルダーズグリーンの車両基地には、それぞれ2つのガントリークレーンが設置され、1両ずつ車両が レール上に乗せられた。レールに乗せられた車両は、蒸気機関車でガントリークレーンの下から移動し、次の車両を乗せる場所が確保された。1925年には、ケニントン分岐点の完成と、1926年からの6両編成運転に、備えて120両が発注された。制御電動車の座席定員は30人、付随車は48人、制御車は、 運転台分4名減少し44人となった。スタンダード型電車搭乗時、ロンドン地下鉄の列車には運転士、全部車掌、後部車掌の3名が乗務し、後部車掌が全部車掌に発車準備が整ったことを、連絡、さらに全部車掌が運転士に連絡していた。空気式自動ドアが安定して使用できるようになると、後部車掌と運転士が連絡を取るための電話の設置、 すべてのドアが閉じていることの検知装置の設置、発射合図ベルの配線変更などの設置と合わせて、運転士と後部車掌の二人乗務が可能となった。各種改造は1927年までに行われ、乗務員数の削減が行われた。スタンダード型電車の成功により、手動ドアで残っていた大量のゲート型電車に自動ドアを搭載する計画は白紙に戻され、ゲート型を スタンダード型に置き換えていくこととなった。1926年に112両が、1927年に170両が、メトロポリタン客貨車金融会社に発注され、全社が GEC 製の機器を搭載した。この造備により7両編成に増結されるとともに、列車の増発が行われた。1926年製造車では、運転席と、 反対側の正面窓の天気寸法が低くなり、総下部に路線名、行き先を示す板を差し込むスペースが設けられた。機器室の進行方向向向かって、右側の空気取り入れ用のグリルが塞がれるなどの変更が行われている。1927年にはさらに136両が MCWF に発注されたが、機器は BTH 製とされた。BTH 製の機器は、 GEC 製より信頼性で勝ることが分かり、スタンダード型電車の GEC 製機器は徐々に BTH 製のものに置き換えられた。この後35年にわたり、BTH はロンドン地下鉄用機器の主要製造者となる。メトロポリタンイコールビッカース製の車両は独自の種、電動機を使用したが、他のスタンダード型電車は GEC 製種電動機を使用した。三社の装置は、 互換性があり、これがスタンダード系の名の由来とも言われている。1927年製の車両では、車輪系が36インチから40インチに変更され、台車形式が Y 型から Z 型に、主電動機形式が WT54 から WT54A に変更されている。歯車比を変更することで、1926年、 以前のスタンダード型電車と共通に運用できるようになっていた。ラウダフォンと呼ばれる通話装置が運転士と車両の連絡のため使用され、好調だったことから以前の車両に遡って設置されている。この間にセントラル線で運用されていたゲート型電車に空気式自動ドアを装備する改造工事がフェルタムで行われていたが、途中でゲート型電車をベーカール線及び ヒカデリー線に転用するよう計画が変更された。この転用中、スタンダード型電車を製造する費用。この182両は1927年、フェルタム型電車とも呼ばれ、製造名盤には1928年製と表記されていたが、実際の納車は1929年、1930年に連れ込んだ。この時の車両には軽量設計が採用され、 比較的短期間で座席蹴上げと枕張りの破損に悩まされることになった。この182両は MCWF 製の車体に BTH 製の機器を備え、この182両の投入でピカデリー線のゲート型は1929年6月にベーカール線のゲート型は1930年1月1日に退役した。ピカデリー線で運用されていた1920、 軽電車は空気式自動ドアを備えていたが、防水に難があったことから、屋外運転区間が長いピカデリー専用としては、不適だったため、ベーカールー線に転用されることになり、大体として、スタンダード型電車53両が1929年にフェルタムに発注された。ついで1930年に制御電動車2両、付随車4両からなる、試作要素の強い電車が発注された。 ヘルタムは1932年に政治的理由で閉鎖されたため、この6両が同社で最後に製造された車両となった。1930年製の制御電動車は1フーと、付随車は2フィート従来車より全長が長くなり、建築限界に定触しないよう車体の片側端部、または両端部の車体幅が絞られていた。付随車のうち2両は、 中央部のドア幅が4フィート6インチから5フィート2インチに拡大されるとともに、ドア間の窓が3枚とされ、別の2両では、中央部のドア幅は変更せず、座席定員を48人から40人に減じて、車体両端に、片開き扉が設けられた。車掌用ドア開閉スイッチの配置が変更されたが、以降の製造者には反映されなかった。 1929年製造者には、ピカデリー線の延伸区間が、地上路線となったことに対応し、ヒーターが設置され、ピカデリー線とノーザン線で運用された。世界恐慌の最中の製造だったことから、イギリス製の材料が多用される配慮がなされ、全衛星列車として知られるようになった。1927年にキングスクロスに、ピカデリー線とノーザン線の短絡線が設けられ、 両船間の車両の行き来が容易となった。ピカデリー線より、ノーザン線の混雑が激しかったため、1930年製の車両に盛り込まれた収容力を増すための試験要素の効果検証は、ノーザン線で行われた。62両の量産車が MCWC とキャメルイコールレアードが合併して、設立されたメトロキャメルに発注され、ベーカール線に投入された。 この時の車両から制御電動車の中央客用扉の柱がなくなり通常の両開き扉となった。ベーカールー線では比較的新しいワトフォードジョイント型電車が運用されていたが外開き扉のため開閉操作に他の車両より要因が多く必要であることドアに挟まれた乗客を検知できずに発生した死亡事故のためスタンダード型に置き換えられることになった。 この62両はウエスチングハウス製空気ブレーキに変えて電空式ブレーキを備え当初は他の車両と混結することができなかった電空式ブレーキのため重心のジャンパ線が新規に取り付けられた他のスタンダード型電車にも1936年までに同様のブレーキとジャンパ線の追設が順次行われたがベーカールー線で1920系の付随車と 編成を組んでいたスタンダード型の制御電動車については付随車が廃車となる1938年までブレーキの改造は行われなかった。政府からの資金援助によりピカデリー線の北側ではコック・フォスターズまで西側ではハマースミス・アクトンタウン間が延伸された。西側の延伸線はディストリクト線と並行していたが両線は別の線路を使用している。 ピカデリー線の路線長は8.5マイルから40マイルに伸び、所要車両数も増加した。1931年製造車には1930年製造車に盛り込まれた改良店に加え、さらなる改良が盛り込まれた。145両の制御電動車がメトロキャメルに130両の付随車が2社に発注された。付随車は全車車体中央部に2カ所の両開き扉と、 両車端に片開き扉を備える。制御車の車掌用の扉も空気式自動ドアとなった。電空ブレーキと従来車より高速での走行を可能とする弱めかい、自制御が採用された。量産車への採用に先立ち、弱めかい自制御は1930年製造車の一部で試験が行われていた。弱めかい自制御を農ン船で使用した結果、 同じ列車運転間隔で4編成少ない列車での運行が可能であることが確認された。スタンダード型電車最後のグループは1933年に設立されたロンドン旅客運輸公社によってメトロキャメルに発注され、1934年に製造された26両の制御電動車である。この26両はピカデリー線のサウスハーローから、 アクスブリッジへの延伸により必要となった7両、編成8本を蘇生するために使用され、付随者は打線からの転用で賄われた。1931年製造者では保守の低減のため手電動機にローラー、ベアリングを採用し、内重量は軸受けにもローラーベアリングが採用されていたが、1934年製造者では一部について、さらに改良が行われている。 1934年製造者をもって、スタンダード型の製造は終了し、制御電動車645両、付随車551両、制御車270両の人用となった。1934年に最後の車両が製造された時点で、スタンダード型電車は、ノーザン線、ピカデリー線、ベーカールー線で運用されており、336両の制御電動車、 243両の付随車、145両の制御車、合計724両がノーザン線に配置されていた。ノーザン線配置車は1923年から1926年に製造された車両が主力をなし、1927年製造車の62%、1929年製造車の大半もノーザン線に配置されていた。 ピカデリー線には1927年製の一部、1929年製造者の大半、1930年から1934年製造者の全車を含む509両が配置された。ベーカール線には1927年製造の一部、1929年、及び1930年製造車から4両、総数198両が配置された。 1920軽電車で空気式自動ドアを備える制御車と付随車、各に重量が編成に組み込まれていた。1937年11月から、農山線ではスタンダード型電車の給料編成運転が行われたが、一部駅ではホーム長さが7両分しかないため、DMTDM の3両編成2本に付随車3両を組み込む編成とされている。 1935年から1940年にかけて行われたロンドン旅客運輸公社の総額4000万ポンドに達する投資計画によりノーザン線とセントラル線が延伸されるとともに1938年5月から1938系電車が投入された。1938系電車をノーザン線に投入し、捻出されたスタンダード型電車をセントラル線に転用。 セントラル線で運用されていた1901.1903型電車が廃車された。ノーザン線から捻出されたスタンダード型電車は、当時ロンドン地下鉄の一部だったムーアゲート、フィンズベリーパーク間のノーザンシティ線、ベーカール線の7両編成への増結用にも転用された。82両の制御車が付随車に改造されるとともに、21両の制御、 電動車の方向転換が行われ、ベーカール線とセントラル線の7両編成下に活用された。ノーザン式線では、従来地上専用の電車が運用されていたため、スタンダード型電車の入線にあたって、設備の改造が行われた。ノーザン式線では宮殿用レールのプラスマイナス型、線と逆になっていたため、他線同様に修正する改造も合わせて行われている。 スタンダード型電車では、制御電動車にのみ空気圧縮機が搭載されていたため、片側に制御車を連結した三両編成では、空気圧縮機が一台だけとなり、この一台が故障すると列車が運転不可能になる。これを避けるため、1930年代には制御車を片側につないだ三両編成の単独運転は一部の例外を除いて中止された。 4両編成の場合は両端に制御電動車が連結され、編成に2台空気圧縮機があるため、1台が故障しても運転継続が可能だった。ノーザン式線では、オフピーク時に制御電動車と制御車からなる2両編成が運用されていたため、1964年10月まで空気圧縮機1台での運転が行われた。1938年秋に、 セントラル線で運用されていた1901.1903型電車のスタンダード型電車への置き換えが開始され、1939年中頃に完了している。他のロンドン地下鉄の路線では走行用レールの外側に正の直流電圧が印加された電源供給用のレールと走行用レールの間に負の直流電圧が印加された。 電源供給用のレールを持つ4000機乗式を採用していたが、セントラル線では1940年5月まで2本の走行用レールの間に敷かれた電源供給用レールから給電する第三機乗方式を採用しており、スタンダード型電車も暫定的に第三機乗方式に対応するよう改造された。セントラル線西側の終点駅であるウエストライスリップまで セントラル線が延伸された時点で、東側のエッピング、ハイノールとトへの区間は工事中であり、完成の際には、さらなる増発が予定されていたが、第二次世界大戦の勃発により工事は中断された。路線延長を見込んで製造されたものの、新線建設が凍結されたために余剰となった200両。 近い車両が建設途上のハイノールと車庫に留置されたが、アメリカ軍がハイノールと車庫に進駐したことにより、留置場所を失い、各駅の側線に余剰車両が留置されることになった。その他にも余剰となった車両は、エッジウェア、ゴルダーズグリーン、ハイゲート、モーデン駅、ニーズデン、スタンモアなどの収容力に余裕のある車両基地などに留置されていた。 制御電動車の一部は灰色に塗装され、事業用に使用された。ドイツ空軍による空襲を避けるため、ロンドン地下鉄の各駅ホームには、市民が避難しており、これら避難民に食料を配給する列車としても、スタンダード型電車が使用された。戦後直ちにセントラル線の延伸工事が再開され、ストラトフォード、ニューベリーパーク及びウッドフォード、ウエストライスリップ、ラウトン及びハイノールト、 エッピングと次々に開業していった。6年以上に及ぶ屋外留置がスタンダード型電車に与えた影響は深刻で、歪んだ窓枠の交換、錆びた機器の交換、電線の全交換などを含む大規模修繕工事が行われた。戦前に8両編成に対応したホームの延伸が始まっていたが、ホワイト式車両基地の即船長の制約から、 営業列車は6両編成のままとなっていた。車両基地の改築により、1947年11月から一部列車の7両編成化、ついで1948年1月から8両編成化が行われたものの、大規模修繕によっても、スタンダード型電車の信頼性は十分なものとならず、全列車の8両運転は1959年に1959。 軽電車の投入により、他線から車両が転用されるまで実現できなかった。スタンダード型電車は1962年に投入された1962軽電車により置き換えられたため、セントラル線でのスタンダード型電車の8両編成運転は3年に終わった。8両編成の列車は、制御電動車、付随車、付随車制御電動車からなる4両編成を2本。 組み合わせてされたこの編成では、列車の中央部に2両分のスイッチ室が50フィートに渡って入り、この部分に乗客が乗ることができないことからラッシュ時には不向きであった。この問題への対応として、4両編成1本を分割し、もう1本の4両編成の両端に2両ずつ連結する DMTXDMTT DM。 XTDM 編成に1961年に組み替えられた。1938系電車によるベーカールー専用スタンダード型電車の到達は1949年5月23日に完了したが、58両の1927年製、付随車はベーカールー線の1938系の編成に組み込まれて使用された。 ピカデリー線のスタンダード型電車は1959型に置き換えられ、スタンダード型電車として初の大規模な廃車となった。ピカデリー専用スタンダード型電車のうち状態の良いものはセントラル線の8両編成化用に転用されている。セントラル専用の新型車の試作車として1960系電車が製造されたが、セントラル線の混雑が激しかったこと。 セントラル線のスタンダード型電車の経年が30年から40年に達していたことから試作要素が多く各種試験が必要な1960系の量産を待てる状況ではなくなりつつあった。この中でスタンダード型電車が起こした火災事故は車両の更新に猶予がないことを改めて知らしめることとなりピカデリー線用に投入途上だった1959 軽電車のうち57編成が急遽セントラル線に投入されることになった。ピカデリー線の7両に対し、セントラル線では8両編成で運転されていたため、57両の中間電動車が追加発注された。セントラル線には続いて1959軽電車と同系の1962軽電車が投入され、年出された1959型は当初の構想通り、 ピカデリー線に戻った。8両編成か用に追加された57両は、セントラル線に残り、1962系の編成に、組み込まれた。セントラル線のスタンダード型電車は1963年6月に、ピカデリー線のスタンダード型電車は1964年7月に、運用を外れた。ノーザンシティ線のスタンダード型は百六十六年十一月まで、 残存した。一部の制御電動車は事業用に転用された。16両はバラスト運搬列車の動力車として転用され、1978年まで使用された。4両は試験車となった。制御電動車3327号車はロンドンのサイエンスミュージアムに長く展示されていたが、1996年にロンドン交通博物館に移動している。 ライドピアヘッド駅に侵入する1927年、製造者1950年以前、ワイト島では55.5マイルに及ぶ鉄道路線が蒸気機関車牽引で運転されていた。1952年から1956年にかけてこの路線網は25.5マイルに縮小され、1966年には8.5マイルとなっていた。 ライドピアヘッドとシャンクリン間のワイト島線は、電化されて残されたが、ライドトンネルの建築限界から、通常よりも小さい電車が必要とされた。1961年に、ワイト島の鉄道を管理する英国南部、鉄道管理局とロンドン地下鉄は、スタンダード型電車の譲渡に関する交渉を始めた。当初案では、電動車にディーゼルエンジンを搭載し、機械式、または、 電気式の変速機を搭載することになっていた。最初の12両は1964年8月にライスリップ車両基地からウィンブルドンを経由してロンドン郊外のミチェルデバーの側線に移動し、1965年6月に第二陣の車両がミチェルデバーに搬入されている。1965年10月にワイト島線の電化が発表され、ディーゼルエンジンを搭載する計画は中止となった。 1966年時点で南部鉄道管理局は44両をミチェルデバーに確保しており、ロンドン地下鉄は29両を保有していた。ミチェルデバーの車両のうち10両は廃棄され、12両が追加でロンドン地下鉄から購入された。ワイト島への移動の前に車両は一旦ミチェルデバーからロンドン地下鉄のアクトン工場に戻され、 電気系と制動系のオーバーホールが行われた。ロンドン地下鉄の4000機乗式から第3機乗方式への改造も合わせて行われた。改造工事の費用がかさんだことから、ワイト島に移動する車両は46両から43両に減らされている。オーバーホールの後43両は、スチュワーツレーン工場に搬入され、イギリス国鉄標準の青に塗装されている。車両は、 フラットン駅からピックフォード車の手で、ワイトリンクフェリー経由でワイト島に搬入された。重量が重い鉄道車両をフェリーに乗せるため、使用の緩慢、転向、牽引車両の選定などに注意が払われた。搬入後、スタンダード型電車は4両編成と3両編成に組成され、4両には4ベック、3両には 3TIS という形式が付与されたが、 すぐに452系、451型と解消され、後に再度イギリス国鉄485系、486系電車と解消されている。ライド車両基地での事故による廃車など、一部の車両が早期に廃車されたが、大半の車両は1988年から1991年にかけて、ロンドン地下鉄から転用された1938。 軽電車に置き換えられて廃車されるまで運用された。1990年10月に重量が胴体保存のためロンドン地下鉄に里帰りし、フラットンウィンブルドン間を自力改装の後、盲電車両基地で行われた農山線100周年行事でも展示された。1930年以前に製造された車両については、制御電動車に500から744。 161から391、付随者に820から954、1054から1315、1336から1359、制御者に720から755、1756から1848、1921から2042、2063から2082の番号が付与された。 通常は、制御電動車、付随車、付随車制御電動車か、制御電動車、付随車、制御車で編成を組んでいたが、制御電動車は、所要数よりやや多めに製造された。ロンドン旅客運輸公社の設立により、番号体系が改定され、制御電動車は3000番台、付随車は7000番台、制御車は5000番台に整理された。制御電動車と制御車は向きにより、 奇数、偶数が不番されているため、欠番がある。転属などにより方向転換された際には、改番が行われている。1930年代から1950年代に、かけて制御者が、不随者に改造された際は、元の番号の頭に5が追加された番号とされた。スタンダード型電車には1923年に製造された6両の試作車と、 1923年から1934年にかけて6社で18時にわたって製造された1460両が含まれる。この両数はロンドン地下鉄の形式として最多のものであるが、第一次世界大戦後の特に製鉄、製造、建設業の進行を促進する1921年制定の英国法の影響があるとされている。 政府から1921年法により500万ポンドの資金援助をロンドン地下鉄は受けているが、これとは別に農ン線の延伸と1100両のスタンダード型電車を製造するための資金援助も1922年から1930年にかけて受けている。下記の車両が保存されている。ロンドン交通博物館が所有する車両は、 復元工事が順次行われており、1938系保存者同様に4両編成で胴体保存されることが予定されている。ありがとうございます。